墨田川物とは、人形浄瑠璃や歌舞伎における世界の一つ。脳の墨田川を原点とする、梅若伝説を扱ったものを言う。歌川広重、小倉義百人一首蘇生法師、忍武僧だ、梅若丸主な登場人物としては、慶の久吉田家の息子梅若丸、それを探しついには、物狂いとなってしまう、母の半女の前。 梅若丸をさらうが殺してしまう、人会の忍ぶのそうだ。忍ぶのそうだは、実は、吉田家の元家臣で、それが主筋と知らずに、梅若丸を殺してしまうというパターンが多い。また、梅若丸の兄弟として松若丸も登場するが、半女の前や梅若丸よりもこの松若丸の方が、出番が多くなっている。他には、吉田家の中間軍助など、 物語は悪人たちに、吉田家を乗っ取られ一旦はその家族は離散するが、やがては、善人方の家臣たちの活躍によって、お家再興を遂げる、というのが骨子となっている。主な作品に、近松門左衛門の、創世隅田川、長和志明助作の、隅田川俗面影、大南北の、桜姫等文章や、隅田川花御書染め、川竹木網の、 都ドリクルワシラなどがあり、今日では清元信用、清本の舞踊、隅田川がよく上演される。月岡義都市、東名所墨田川梅若の古事1883年。ありがとうございます。